マコナコです。ナインズ編の続きやっていきましょう。これは今はこの先進めばなかったら何かありそうな状況。砂漠から帰ってきたところ。これで一段落しましたね。トゥビー、ここからの作戦行動について相談があるんですが、さっきの機械生命体との戦闘で受けたダメージが心配です。一度レジスタンスキャンプに戻って補給やメンテナンスをしますか？このまま戦闘を続けるもできる。戦闘やりましょうか？いや、このまま継続して機械生命体を排除しよう。了解です。あまり無理しないでくださいね、トゥビー。これはそれによって何が変わるんだろうか？オペレーターより 9S。 先ほどのデータの転送が完了しました。了解です。別件ですが、司令官からトゥビー、9S 両名へのメッセージがあります。再生します。地上に向かっているヨルハ部隊の数機が連絡を絶った。現在もブラックボックス信号が確認されていることから、死亡はしていないと推定される。信号の発信されているポイントを絞り込んだので、地上に滞在中のヨルハ部隊員には本件の調査を命ずる。以上で通信を終了します。そういえばレジスタンスキャンプでも同じような話を聞いた。目標地点の情報をセットしました。他のアンドロイドの人たちが心配ですね。早めに行った方がいい気がします。これどこだっけかな。先に報告、アクセスポイントからメール受信の連絡。遊園地のところか。それとも水辺はまだだよね。ミサイルがあるね、場所。さてでは移動やりましょうか。どうなんだろうな、あそこ一旦拠点に戻るをやれば単純にワープするだけだったのか、それともまた別なのか。中央エリアはかなり植物の侵食が進んでるな。サイズもかなり大きい。情報、人類退避後植物の巨大化現象を確認。でっかいイノシシとかいたりして。うん、あれか、なんか遺跡の方行くやつだっけかな。次はいずれにしてもこの方向から抜けられるよね。今進んでる方向間違ってんでね。だが遠回りしないとダメで、結局そうであるならばキャンプに戻った方が早かった。今現在お金がどれぐらいあるか、どこで見ればいいか分からんけど、ああ2000、2万超えてるね。となるとまたパーツつけられる、アイテムも買えると思うんで、一旦拠点戻りましょう。ではストレージをまた2万。これもうアイテムがっつり売ってお金、回復薬は売るわけにはいかない。お金がっつりと手に入れるという手もあるんだけど、銅鉱とかこんな持ってても何に使うかね全くわからないんで、50ぐらい売ってもいいでしょうとか言ってたらね、後でなんかすぐ使うことが出てきそうで怖いけど、銀行も7ぐらい売っておく。もうこの段階で3万購入。まず3万のやつ1個買って、あと2万4000貯める。どうなんだろうな、炎上とかあるね。あー、ここら辺数はそこまでない。あー、こんなのあるのね。ショップで換金できる。多分換金用のアイテムだと思うから、これ全部売ればもうそれだけで さてお金たくさんあるから、こういう新しいものを選ぶか、それともまあレーザーのままでもいいような気がするんだけど、特段物理攻撃を防ぐシールドとかも面白そうだけどね。射撃攻撃を防ぐシールドでもそれをね全部防いでしまうとまた面白みも欠けるんで。でこれはアイテムがないからなんか強くすることはできない。合成チップ、合成オートアイテム、これとこれで、うん、オートアイテムプラス2ができる。でオートアイテムプラス2とオートアイテムプラス2で効果がさらに上がる。あとは何だろうな、移動速度アップか。やっぱり移動速度アップと移動速度アップ、
なかなかスムーズにいかないね。でさらに移動速度アップと移動速度アップ、これで移動速度が 8% まで上がる。でもプラス1とプラス2は合成できないようなんで、なかなかさらに先ということがねできない。オート HP 回復もガンガン上げていきましょうか。でこれで HP 回復2と HP 回復2ができたから、でもこれめんどくさいぞこれやってったらとか言っててもどうにもなんないんだけどさ、分かっちゃいるけど言っておきたい、ただただめんどくさい。で攻撃 HP 回復もセットやっときましょう。で最大 HP アップ、こんなところか。連続ダメージ防止、2秒間無敵になる。うん、まあこんなところでできるものであればもう色が黒くなってるんで、そこを積極的に。で枠数とかも考えてやるという手がねあるんだけども、そこら辺考えるとキリがなくなるから、もう何も考えずにただただできるものはやっていく。お金ががっつり貯まったからね、そこら辺は。あとこの射撃アップは何なんだろうな、あのレーザーとかそこら辺が強くなるのか、もしくはキャラクターが何か射撃できるようになるのか。リベンジとかはいるか、今のところ無理にやらなくても良いような気がする。あとはここら辺の必要な素材が全然集まる気配ないから、そこら辺はどうにもならない。んで一方ショップ購入、回復薬中。もう今後は台の方がいいような気もするんだけど、とりあえずは中で済ませましょうか。アイテムスキャン、ミニマップにアイテムの位置が表示される、これ面白そうだね。うん、他にも近接攻撃アップとかここら辺で買うことも可能になっているとはいえ、ジュークボックスで追加の BGM が聴けるようになるというものもあるけど、動物に与えると騎乗できる。ああ、こんなのもあんの、結構いろんな要素あるんだね。アイテムがっつり買っときましょうか。どうせね終盤以降はアイテムのご利用しになりそうなんで。さてあとはここなんで、これ会話するときはキャンセルボタンで、その後は決定ボタンなんだろう。すごいその操作ミスをね招きやすいんだよね。で今持ってるのはこの黒の制約、どうするかな、これをそのまま鍛えていくか、それとも別のものを、両方で使えるねものを鍛えるかっていう手もあるんだけど、槍の方がいいのかな。やっぱり2回鍛えた、黒も鍛えとこう。鍛えられるんであれば、なるほど、この世界にはレベル4に鍛え上げる名工がいるらしい。そんなやつがいたら師匠になってもらいたいもんだ。あれかな、ここにいたあの赤い髪の毛の2人のキャラクター、今はいないけれども、あれが名工じゃないか、ひょっとしたら。んでちょっとだけこのね装備関連、ウェポン装備セット、この方向を槍にやっておこう。まず1234、どこが4でどこが5だかがちょっとよく分からんけど、345で最後上からなんか降ってくるみたいな感じ、6段階かな。で武器を切り替えると槍になる。1234 5、あ、これ突進系ないな、この槍。槍を強武器として扱うんであれば突進ができたんだけれども、このキャラそういうことができないから槍鍛えても意味なかったな。2つの武器を持てないんでね。んでそれだけじゃなく、忘れずにスキルもね、ここだけはしっかりとやっていかないと。相変わらずお任せじゃダメ、お任せじゃダメ、お任せじゃダメなんだけど、どうすればいい。カスタマイズ最適化、ハッキングというのもある。ああ、ハッキングで炎上というものがある。敵の回線をショートさせて
発火炎上させる、どういう効果なのかがよく分からんけど、このキャラ多分結構使うような要素だと思うからつけておきましょう。他このクールダウンが何なのか分かんないんでね、ポットプログラムの技を使った後に即座にまた必殺技を使えるようになるまでのその時間の可能性もあるから、アイテムスキャンちょっとやっとくか。こんなところかな。あと難易度これ変えたかったな。オート射撃とかそのあたりもねやってみたいような気がする。さてどれつければいいか。接近戦、武器、攻撃アップ、これあと重ね掛けできるかどうか。今現在は重ね掛けできるっぽいか。これできるな、ならばこれかなりがっつりとくっつけていけばそれだけで強くなりそう。今右側の方のね攻撃力弱、攻撃力強のところを見てなんか数字がね上がっていってたんで、ならば最大 HP アップとかもねかなり重ね書きできそう。これでちょうど128ポイント、これがマックスなんだろう多分ね、多分ね。これでいきましょう。重ね書きできるのは大きい。一方この方向また適当にやっておきます。さて早速アイテムつけた効果でここの宝箱の場所が分かってるんですよね、右下のマップで。早速いきましょうか。あれこれ 2B そこに乗ってるからダメとかそんなパターンひょっとして飲んのやめてもらっていいか。これダメか。あどう、ようやく開くことができている。これいるかなこのシューティング。武器入手、それはもうちょっと早くに分かってればまた状況異なったんだろうけど、ここもアイテムがある。開かないか。これは動物の餌で、他にも小さいのがいくつか見えてるんでね、この方向、ここら辺どこかないか。開かない。この中そういえば宝箱あったような気がしたけど、でこの方向にも宝箱らしきものがある。いや勝手に取ったな。なるほどなるほど、宝箱だけではなく通常の転がってるようなアイテムも場所が分かるようになってる。それがアイテムの場所をね把握するようなそんな装備。いいねこれ、結構探索が楽しみになるね。めんどくさかったからやんなかったけど、でも切りなくなるからねこれやっていくと。こういうのここら辺にも箱ある気配あるんだけど、どこだ。釣りはどうでもよい。で今度はこういうのでハマるんだよね見つからなくて。ああるねここ、回復薬中を手に入れた。まあ、なぞっていけるようであればなぞっていくような感じでいいんじゃないかな。これはそこまでがっつり取ろうとしなくてもね。あとはポットプログラムが強くなってくれればといったところ。これを早く強化したい。ここら辺にもあるはず、アイテム、アイテム取った。今後はどこまでテンポよくいけるか。この方向、ここが遊園地だっけかな。地上からのルートは封鎖されているみたいですね。地下から行けないか調べてみましょう。確かランプとランプつくんだよね。ねえトゥビー、砂漠にいた機械生命体、見た目は完全にアンドロイドと同じでしたね。確かに僕らアンドロイドは創造したる人間の姿を模して作られてるけど、機械生命体はどうして僕らの姿を真似するんでしょうか。考えてもわからないことに時間を割くのは無駄。そうですね。さてここは通れるか。
通れるけれども先ではないね。あ、そっかそっか、どっか階段があるんでね。あ、でもここではなさそうだな。明らかに場所がずれてるように思えてずれてない。合ってるか？通れないか。なんかそういえばこんなのあったな、通れない場所。結局はやり直さないといけない。以前はアイテムが何かあったような気したけど、もうちょっと別の場所、これだね。登っていきましょう。多分次遊園地の場所だと思うけど。こちら随行支援ユニットポッド042、操作主権は 2B にセットされている。こちら随行支援ユニットポッド153、操作主権は 9S にセットされている。要請、戦闘データの交換。承認。提案、効率化のために諸データの交換を随時行うこと。承認、効率化のために諸データの交換を随時行う。以上。なんだろうな、急に出たね今。何かしらの効果があるのかどうか。さて、多分遊園地だと思うけど。機械は見つけました。それを機械は宝物と呼んでいました。宝物の形はみんな違いました。宝物の形はみんな違いました。これやっぱ以前なかったな。まあ 9S が語ってるからまあそうなんだろうなという気はするけど。何？こいつら。楽しいね、楽しいね。これはなんていうか異様な雰囲気ですね。喜びを分かち合おう。ハッキングはやらん方がいいのかな。これどうなんだろうな。うわ、やられた。何やってんだ今。ハッキングやるとどういう効果があるのかとかも分かってないんで、メリットがね。ならばやんなくてもいいような気がするんだけど、ついつい押しちゃうんでね、昔の癖で。昔というのは 2B の癖でね。強攻撃を出せるんじゃないかみたいな、ね、感じの感覚で。硬いね。あかん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 、あかんかん。あー、これ倒しちゃいけない人だ。さて逃げ回りながら、あれ、これ敵無限だっけか。うん、まあ戦っても大丈夫。なんかいまいち攻撃が突進しないと当たらないようなイメージがあるから。それでもね、投げてるから武器を、当たってはいるはずなんでね。距離が離れてるね。これ上空には飛んでるんだろうか武器。うん、誘導してくれるのはありがたいな。さてどこ行けばいいか。ここ入っても拾わない？拾わないんじゃなくて、多分あるだけか、模様かどうかは分からんけど。うん、
倒せている。レーザーが誘導できるのは本当助かるな。以前は気づかなかったからね。なんか倒してはいけないようなのがいる。で多分敵の方にターゲット合う場合はそれは倒すべき敵だと思うので、区分けがしやすい。倒してはいけない敵さん。さて、ここのゲートは開かないみたいですね。どこか他の道から進めないかな。うん、でもここら辺どうなんだろうな。倒したらダメなのかな。結構経験稼げそうなんだよね。一応 2B は経験値はそれなりにもらえてるはずだと思うんで、レベル高いからね向こうは。で上ではないんだけれども上の方にもアイテムがあったはずなので、あそっかそっか、宝箱は開けた扱いになるのか。ちょっと 2B は作戦変更、積極でいきましょう。接近である必要はないけどガンガン攻めてもらいたい。この通路はどこに繋がっているんだろう。この方向で合ってるか。レジスタンスの反応はあの建物の方向から発信されています。思い出した、あのボスか、プリマドンナみたいなね。ここは初見の時は1回倒された記憶があるから、ちゃんと回復とかもやるようにやっとかないと。まだ初見でやった時は回復のやり方もね。ここから先に進むには進めるルートがないか調べてみましょう。初見でやった時はまだ回復方法も手慣れてなかったんで、だが今となってはそのあたりもちゃんとできるだろうから。でここら辺になんかアイテムなかったっけかな、開けられなかった 2B の時には。ここじゃないか、これだ。さてアーカイブを入手。ボロボロのパンフ、なんだろうな。これは旧世界の情報だな。結局それは何なのかが分かんないね。あとあと何か関係するのか、それともそうじゃないのか。さてこれは倒してはダメだけど倒す。うん、お金も手に入るしで、多分何かねそういうことをやって悪行がたまって後々悪い影響があるとかだったら嫌だけどね。これだけ大型の武装した機械生命体、見逃すと後でまずいことになりそうです。倒しておきましょう。さてでも特段なんか難しいことはやってこないんだよねこれ敵は。
でもダメージ食らってるね。うわー、たくさん放ってきてる。あ、なんかここら辺にいるピエロも個別で倒せるのか。なんか上空に弾を大量に放ってるけど、これは結晶。怪盗、機械生命体の体内にあるコアの破片、構造的に植物細胞に禁じ。植物細胞か。なんか今 2B だけが上に行ったかのような。自分も行こうと思ったんだけど。で、あれが高く売れるんだよね、今のがね。あー、この方向行っていいのかな、即座に。で、ここら辺にも宝箱のマークがあるんだけど、ちょっと違うか、場所が。この角にもない。だがもう行ってしまいましょう。何これ。怪盗、人類が建造した遊具。レール上を高速で移動し、スリルを体感するもの。絶叫マシンとも呼ばれていた。人間って変な生き物なんだな。さて、のんびりとここ敵出てこなかったっていうか。ところで 2B。 何？僕のことをよく知る親しい人は僕のことをナインズって呼ぶんですけど。そう。そろそろ 2B もどうですか。何が？だからナインズって呼んでくれていいんですよ。まだいい。そうですか。どうなんだろうな、空中だと剣を投げてないのかな。となると与えるダメージが少ないかもしれない。というかそもそも届いてないかもしれない。投げてくれてればある程度広範囲に攻撃できると思うけど。報告、この部屋の下にレジスタンスの反応多数。これまた何か回避行動距離アップ。ん、これは引っかかってるか。何これ。こんな形の機械生命体、記録にありません。今だと Y が無理になってるね、ハッキング型に。当たってないんだよね、通常攻撃が。敵逃げてしまうと。で、一発は150ぐらいダメージ与えてるように見える。避けなきゃダメだった。何かやってきてるぞ、何かやってきてるぞ。当たるのか。あ、これジャンプしながら攻撃すべきだったな。避けたつもりだったけど、避けたつもりだったけど、避けたつもりだったけど、ちょっと待ってくれ。今当たるわけにはいかない。でもこれホーミング性、まあ追尾性というか、ロックオンちゃんとやってくれるってことが分かったので、これはどのタイミングでいけばいい。あー、失敗してる。これレーザーとかこの弾放つのもすごい使いやすくなってる。単純に以前はね、使い方分からなかったってだけだけど。届かないね、あれか、出てくるやつか、周りが。ハッキング、ハッキング。え、これダメなの？あ、でも今時間特に制限ないから
周り壊してその後壊すことができている。敵からのハッキングです。電脳内でダメージを受けると機体に不具合が生じるから気をつけて。トゥビー、私は私は美しくない。アンドロイドの死体勝手に幕閉じたね。アンドロイドの死体を再利用して攻撃してきてる。いや、これはブラックボックス信号が確認されています。生きたまま兵器に改造されてるんです。すぐに終わらせる。ミサイルにしよう。これでね、ジャンプでかわさないとダメだが、敵が見つかってなければ多分ミサイル飛んでいかないと思うので、ミサイルだってダメか。それでも以前1回ミスったからもうね、状況は分かってるんでそこまで難しくはない。これなんでね、これに気づかずにぶつかったんでね、基本ゲーム実況やりながらだとそうそうね。敵のハッキングパターンの解析が進みました。僕は相手に逆ハッキングを仕掛けます。援護してください。了解。ゲーム実況やりながらだとなかなかね。警告、敵のジムネーターによる飽和攻撃、速やかに破壊しないと記憶領域に重大なダメージの懸念がある。これはどのタイミングでやればいいんだ、ハッキング。これもその都度押さなきゃダメだから、これバリア壊せるのかな。うわ、やられた。バカだね。もう一丁行きましょう。まあでもこれが時間制限ないな、だからもうちょっとゆっくり行ってもよかったかも。倒された。これ普通に倒したいんだけど。あ、ダメダメ、今じゃダメ、今多分これクリアするとしないのとでは内容変わってしまう恐れも。これもこのフォーミング系のこの矢印、うん、まあさすがに無理だ。どうやっていく。あ、でもフォーミングミサイル撃ってくるのが今見えなくなってるね。さて全部通って、これは以前なかった話だね。あ、早かったか、ジャンプすんの。あ、ハウスなんで今飛ばされてる。ちょっと危ない。あと少しだと思うんで無理しなければ別にいいんだけれども、ある程度接近で倒さないとね。ポット、了解。行け。
助けてくれてありがとう。あ、ハッキングのことですか。僕たちスキャナーモデルにとってハッキングは得意分野です。いつでも援護しますよ。アンドロイドたちを助けないと。ダメです、回路が全部焼き切れてます。敵のシステムによってかろうじて生き延びていただけみたいですね。そう。さてアイテムが取れないか。全然、まあ、全然というほどではないけど、やはりストーリー追加が徐々に出てきましたね。今後どれぐらい変化があるか。さてじゃあ行きましょうか、この方向。ねえ、トゥビー。何？あの機械生命体、なんだか不思議なことを言ってました。まるで感情が。機械生命体に意識なんかない。そう言ったのはあなたよ、ナインエス。そうですね。うん。というわけで。ああいう風にテキストでも表示されるのか、全部読むかどうか迷ったけどね、さすがに読むと逆にねテンポが悪くなりそうだったんで、ここ通れるようになるのかな。ここで合ってんのかな。以前この辺りは通れなかったような気がするんだけど、どうだったかな。さてどこにたどり着くか。まあ、音楽変わったってことは正しいところ来たのかな。あー、ここは記憶にないな。何かあったね。いや 2B じゃない、こっち側。あれか、タワーみたいになってるところじゃないかな。でもここって何もなかったような。あ、でもそうだった、アイテムがあったんだ。でこれ多分この段階で初めて取れる。わっとボケっとしてた。これがあるの忘れた。悪魔の才がでいいのかな、ちょっと読み方わかんないけど、どういったものかもよくわからん。だがそれだけのために来たのであれば、やっぱり場所としては異なってるんだろうね。戻りましょう。このミサイルというか射撃が強くなればもうそれだけでね楽にクリアできそう。がっつりダメージね与えるのを見てみたい気がする。では多分このルートでしょう。またアイテム復活してんね。眩しいね。で白旗あげてるのがいる。敵？私敵じゃない。あなたたち壊れた機械生命体倒してくれた。機械生命体がこんなに言葉を使えるなんて。お礼する、私たちの村に来い。これ行かないという選択肢もあるのか。でもなんかまた、いやそれでも来いとか言われそうだね。罠かもしれませんが、とりあえず情報収集のために行ってみましょうか。うん、またこの家族復活してんね。こっちですよ。肥やしとなるために。ああ、そっちがターゲットかかっちゃう。ダメだな、家族が守られてる。あーでレベル1のあのあれ倒したらどうなんだろうな。以前もなんかギリギリで HP 残ってたから、もしかしたらゼロにはならないっていうパターンかもね。
これじゃなかったっけか。こっちか。やってみようか。やっちゃダメだったかな。いや復活してる。そうかそうか、ここら辺はターゲット引っかからんのか。ロックオンができてない。うん、白旗あげたのがまたここに復活。こっちこっち、厄介だね。攻撃を当てるわけにはいかない。こっちですよ。確か道中また敵が出てくるけど、以前より能力上がってるから下手するとオーバーキルしてしまう可能性がある。んー、どこ行った？これか。確かダッシュで行っても向こう側も同じようなスピードで行ってくれるんで会話できそうだね。うん、こっちですよ。あれは？ああ、トゥービーは見たことなかったんですね。あれは地上からバンカーや月面の人類基地に向けて資材を打ち上げているんです。宇宙空間では資材も燃料もありませんから。なるほど。ということだそうですが、今は関係なく、まだ多分上には行けないのかな、ワープで。どうして機械生命体やそれを作った宇宙人はバンカーを直接攻撃しないんだろう。もともと宇宙から来てるはずなのに。その原因についてはいろんな議論がされているんですけど、結論は出てないんですよね。なあ兄ちゃん、なんで下着なんて面倒なものを履く必要があるんだ。記録によると人間は股間を隠して生きていたそうだ。股間を露出するのは問題のある行為とされていたらしい。黙って履いてろイブ。分かったよ。でもなんでこの植物を食わなくちゃいけないんだ。俺たち機械生命体はこんなの食わなくても動けるよ。これは果実の一種だ。何でも人はこれを食べることで知性を得ることができたらしい。ガタガタ言わずに黙って食べろ。分かったよ。兄ちゃんが言うのなら食べるよ。でもこれが終わったら一緒に遊んでくれる？ああじゃあ頑張って食べるよ。今のも追加された映像ですね。とりあえず YouTube で動画上げる過程ではね、ぜひとも下着はつけておいてもらいたいけど、この方向全員が白旗。戦う意思がないってことでしょうか。またこの鬱陶しい、なんだか名前忘れたけど、機械生命体。まず最初に聞いていただきたいことがあります。私たちはあなたの敵ではありません。トゥービー、機械生命体の言うことなんて信じちゃダメです。確かにあなたたちにとって私たち機械生命体は敵です。私の名前はパスカル。この村の王様をしています。この村に住む者たちは戦いから逃げてきた平和主義者しかいません。よければ皆さん自身の目で確認してみてください。このパスカルが以前ね、邪魔をしてクリアしにくかったってことがあったから。アンドロイドとも交流がある。姉物さんに持って行ってもらいたいものがある。ろ過フィルター、これで即座に行っていいのかな。念のためセーブ。じゃあ戻るところまでやっときましょうか。どこから、確かどこか近道ができたとかあったはずなんだけど、あとこの辺りって開けられなかった宝箱なかったっけかな。
ここら辺なかったっけか。あとどこから帰ればいいのかもまだ分かってない。だんだんと上上と行ってるけど、こう来たことないんでね、ここ開きそうなんだけどな。向こうに箱が見える。あれはどうやっていけばいい。ここ上普通にジャンプで何とでもなった。回復薬処で帰るルートがわからないんだけど、どうもどうすればいい。どっかからショートカットできるっていう話はあったんだけど、ちょっともう一回会話しましょうか。いやこれそのまま、そのまま、あ違うな、ルートが分かれてるんだっけか。これでこっち側行けばショートカットになる。オペレーター 2-1-0 より 9S 定期連絡を行います。本日は 9S に重要事項の連絡があります。何でしょう。整備部から 9S の飛行ユニットの扱いについて苦情が入りました。勝手に改造するのはやめてほしいとのことです。あ、いやだって衛星からの情報に余計なデータがあって射撃補正が遅れるから仕方なく。反論があるなら自分で整備部に行って話すなり殴るなりして解決してください。以上。オペレーターさんって意外と乱暴なのかな。これこの射撃と攻撃ボタン同時押しで、あ違うな、ジャンプか、ジャンプ同時押しでなんかこんな変な動きを今できたんだけど、宝箱これそのまま、あれ落下したらダメだった。どっか登れないか。あーここで登れるね。というかさっき登ったところか。あそこ今クエストのキャラクターいたけど、クエストどうするかな。やるとキリがなくなりそうだからあまりねやりたくはないんだよね。そこまでがっつりやりたいわけじゃなく、ストーリーとかを堪能したいだけなんで、ね、さて夏ということもあって花火も上がってるけど、これ下の方大量に敵いるね。あれこの方向合ってんの本当に。ちょっと待って、これマップ見られるよね。どこ行きゃいいんだ。これどこだ。キャンプでね、なんか変なルートで来てしまったように思うけど、まあいざとなったらこのルートから帰れないわけではない。あこれ結構大変だな、帰んの、帰ろうとすると少なくともこのルートではなかった。じゃあ戻っておきましょう。ここ戻ってきてこの方向だね、この下に落下する方向、ここがショートカットのはず。うん、いつものエリアに戻ってきた。で箱を押さないと奥に行けないっていう。その箱を動かせば廃墟都市に出られますね。さて宝箱の場所も映ってるからちょっと見ておきましょうかと思ったけど、消えた。いやあるね。あ高低差上に登んないといけないんだけど、これ登れんのかな、こっち側から。あーこれか、これでずっと上行ってから向こうに飛び降りるとかで、あの上に宝箱があるっぽいんだけど、時間かかりそうだね。結構高いところまでこう、あーここか、そもそもここにも一個あった、あそこの上にもあるはず。あー間違えた、操作ミスった。もういいや、もういいや、連続でジャンプやってしまったから、本来であれば
ゆっくりとジャンプやった後に高速移動で多分たどり着けたんだろうけれども、では到着です。アイテムだけは拾っておいて、どこだ、アネモネ、荷物を預かってもう一回確か戻るはずなんだよね。この高粘ドオイルを持ってってくれということで、専用の部屋で、そこに多分アイテムあると思うんで、いかがでしょうか。勝手に通信してきた。私たちが平和を愛していることをご理解いただけましたか。口だけならいくらでも言える、機械には心がないんだから。そうかもしれません。でもこれからもよければこの村に来てください。以前ここクエストあったかな。でもまあクエストはやらずで、さてメンテナンス、もうちょっとどうにかならんかな。ポットの強化とかもねできる気配ないんだよね。構成ももうほぼほぼ終わったので、あとは拾ったらまた何かやるかのような。で最後これか、この何かいろいろくっつけられる、このシールドに関しては買っとくかな。で他の一定範囲内にいる敵をポットが解析してプレイヤーに情報を送信することで範囲内の敵すべてに切りかかる。これも面白そうだね。まあもう全部買っとくか、こんなこと考えるくらいならね。んでいろいろと試せばいいでしょう。逆にね煩雑になってしまう可能性もあるけど、スキルポットプログラム、ミサイルから他の、あ違うな、あれか、必殺技の方に勝手にまたくっつけられるって感じかな。こんな感じなのか。とりあえずじゃあ今回はこれまでとしておこうかと思います。ちゃんと忘れずにセーブだけはやっといてね。まあなんとかテンポよく進めてるんでね、今のところは気分よくいってますが、さてさてこのまま続くかどうか、次回以降もぜひまたご覧ください。ではでは。